さあどうも、レオザフットボールでーす。今日はですね、夜中にライフハック配信がありますんで、夕方に1時間だけやっちゃおうかなと。ちょっとね、もうレオザハマーズ気になりすぎてしょうがないんで、これやんないとちょっと仕事始めらんないんで、なんで、やります。皆さんぜひとも、応援のよろしくお願いします。スタートです。はい、というわけで、勝ち点差がですね、ついに消化試合数一緒で、もう何連勝したかね、何連勝かして、もうウエストハム、チェルシーに勝ち点9差まで来ました。チャンピオンズリーグ圏内まで負けられないのは変わりませんが、今勢いに乗っておりますんで、ぜひともですね、応援してみてくれたら嬉しいです。おいす、こんばんは。大沢さんの人来てくれてありがとうございます。前回はね、クラークという新星も活躍しまして、それなんかアーカイブで見ていただきたいんですけれども。さあ、こっからの日程。こんな感じで、今回シェフィールドなんですよね、相手が。532の使い手。一番ね、うちのチームがね、やるのが、まあ苦手というか大変な相手で。なんで、アーリークロスとかミドルシュートがね、かなり今回は勝負を分けると思うんですよね。なんで一応今回の相手には、ちょっと疑似442的なのもね、用意して臨んだ方がいいかなと。なんでその形だと、こうですよね。まあ攻撃、守備の時は442になるしね、この形。ただ攻撃の時にどうなのかっていうところで。で、前線に入る。自由に動く、ワイドに開く。中に切り込むみたいなのなかったんだっけ？中央から動かないか。これあれになってんのかな？ポジション。ウィングになってんのかな？これだともう勝手にそうなってんだ。中へ切り込むしなくても。なんでまあ、ここで自由に動くんして、こういう感じかな。この形ね、532相手だと使うようになると思うんですよね。詳しくは、トゥエルパリ・サンジェルマンがドルトムントを攻略した時の動画で話しておりますので。で、そろそろキャプテンをメンディーに戻してあげたい。で、あとは、まあ、サイドからの攻撃の時に力になる選手で、ムニエの方がね、クロスの精度もいいし、攻撃的に行く時はムニエなんだよね。さあ、トラオレはノープランナーなんでしょうか。ノープランナーです。ね、まあ、ね、サイドバランサーではないでしょ。なんか時報が。さあ今日やらないと思ってた、ね、夜中にできないから今の時間にちょっとやっとこうと。さあシェフィールド、久々にこのユニフォームだな、ウエスタム。さあ、多分白で勝ってたからな、この流れを消したくないってありますね。白とこれだと見づらいのかな。あ、黒とこれにしよう。さあ、アーロンズの方が疲れてないけど、まあ、途中から攻撃的に行くときにアーロンズをするか。あとは、ルクンク。インサイドは、いやでもな、この布陣だとこうなるんだよな、絶対。なぜこうなっちゃうか。これですね、やっぱりバランスいいのは。さあ、そんな感じで皆さんのですね、コメント見ながら。昨日寝落ちてクラーク生で見たかった、マジショック。ね、クラークすごかったね。うちのエアトレになってもらいますよ。嬉し恥ずかし、おしむへん、ゴロよくです。フィア20やって、いろいろ選手調べながらやってたら、エンボロっていう選手見つけて応援したくなった。あ、エンボロ？あれ、レスターキャリアで使ってたエンボロだよね、それね。スピード速くてね、柿谷と同僚だったんですよ、確かバーゼルで。すごい速いんですけどね。シャルケだったかな、打つって怪我しちゃって。欧州の現代か、現代の欧州、各欧州国ベストイレブン。ああ、いいかもね。あと残り全勝する気持ちで言えば CLK も夢じゃない。そう。ちょっとね、集中しながら。さあ、プレミアリーグ、ウェストハム対シェフィールド。よし。さあ、シェフィールドの布陣。いる前に、ね。ディーンのフルスですね。クラーク戦列デビューだったね。お、なんかいつもより寝てなそうに見えるけど。
山崎ゲーム監督どうでしょう。おエンボロスキー嫁さん今いないですね。なんで今日やらないって言ったんですけどね、浮気しておりますゲームと。さあ相手532だよね。これな中央ほんと硬いからね、感じで特に先制点を絶対入れられちゃいけないような相手ですね。さあアーノンズ相手との相性的には今日はムーニエの方がいいんだけど、それでもね硬いでしょ。どんどんね振って振って揺さぶってが大事なんですよ。そして間を取って、さあいい感じに行きましたか。ちょっとボール置く位置がね内側になりすぎました。さあ久保が切りますけど、まずねまずホルナーです。さあそしてオシムヘンがキープしつつ、さあオフザボールの動きはちょっと少ないかな全体に。さあディオップからオルナルスに出てコルビシュート、惜しい。こういう時期のシェフィールドって一番嫌ね。ただまあシェフィールド対策はきちんと取ってるんでね。ただ最初から持って、今得意になってるね形を崩す必要もないんで、まずは433のまま、おっと、あー触んなきゃよかったんだ普通に。433の型のまま相手のライン感を揺さぶって広げていくと、作業していきたいと思います。相手がライン感を使ってきました。さあここは落ち着いて対応、おっと危ないですね。分析を通して物事の真相下にあるメカニズムを可視化できるあなたを人として尊敬します。いや、そんな大それたもんじゃないですよ。ね、もう夕方からゲームやっちゃうような人間ですよ。最高ですよ。さあ、オシム編から。あー、久保夫妻か。ちょっとね、呼吸が合わなかったとはこのことです。呼吸が合わなかった2020。ドゥクレが奪って、ドゥクレが奪ってパス回し、ほい。さあメンディからライン間の久保、さあトラオレ抜ける方に出す方がスムーズだけど、そこは一旦スムーズな方を放棄して押しむへん。さあ個人の能力で欲しいですね。さあ出さずにそのままちょっと危なっかしいプレーですけれども、ああいうのをしたくなってしまう今年頃33歳。さあクックックと、おっとスルーみたいになっちゃったね。硬いな僕自体が。さあオシムヘン、おっと守備頑張ってやってくれるオシムヘンですが、結構突き飛ばされたりとかいろいろ大変な状況になっています。さあゴルフィン奪ってここは安全につないでいく。一個飛ばしのメンディー。さあメンディーからトラオレ走ってるところには出さず、久保がワンタッチで取られないところに置いて、さあ532だからここねサイド間に合うから、いやーちょっと良くない。さあまあ、一旦落ち着いて R1 で、まあ、これなんですからアダムトラオレ間の久保ダブルタッチで時間を作った。おわ時間作りすぎた。トラオレ超早かった、抜けていっちゃった。中央閉じながら守備、
さあ、対応が逆に難しいボールになりましたが、さあ、一歩飛ばしのパスから、いや、これは焦らないのが大事ですね、郷さんに対しては。あとは惜しむへん、間に合った、 OK、 焦らずサイドトゥーサイドできました。さあ、まあ、嫁はね鬼ではないんですけれどもね、うん、天使なんですけれども、天使を悲しませたくないというね、そういった気持ちでやっております。5バックでガチガチ守っているチームに強い強豪を比べてどこ、シティとか強いですけどね、選手同士のそのボールを出そうと受ける方のタイミングがいいですから。さあ、442を使わずに得点できたんで、このままの形でいきたいと思います。さあ、引っかかって、これはカード出そうな、いやー手でいったからか、崩しきった、ナイス、来た、ナイスゴール、ありがとう。すごいですよ、なんかドッジボールみたいな。さあ、苦手なね、これも怖いんだよね、結構。こうでしょ、コーシム編が早めに出すぎなんだよ。ただなんとかね、 OK、 結構簡単に決まった。中とのタイミングめっちゃ上がってちょっと遅くなったかと思ったけど、あらお上手、ナイシュー。さあ、これで深いところまで行って、久保のポジショニングはマジでいいね。さあ、久保4ゴールです。めちゃくちゃアシストしてるしね、うちのフィルミーノになってくれてますよ。普通に将来性じゃなくて普通に活躍してるもんな、ミランのワンシーズン目のカカみたいな。ほらな、これね、いや今のな、ヘンダーソンな、めっちゃマジで注意してパス出したんだけどな、距離が近すぎたね、体の向きか、あと気をつけよう。いや、ディーンのパス能力上げていけたな。お、すげえ、これはしょうがない、センバーでいく。アケがナイスなディフェンスです、素晴らしいね。そうだ、早いタイム、そうなんだよね、もうディーンの場合はもうあんまりつながせないで、逆にパントキックでこの間言われたウイングのところ空いてる時あるから、そこ狙った方がいいんだろうね。どうでしょう、 OK、 あ、押しめへん、もう普通にスピードで、あー、ちょっと素直すぎた、パスピード遅くしたらずれないと思う。うん、でも今更遅くするとイライラしちゃうから、そこは変化を拒みます。ゴルビン中を締めつつ、さあ外は任せる分、おっと、お、切り返さない、リオプ頑張った、OK、さあ、やっと、さあ、ファールをもらえた側、もらえた側ですね、多分。さあ、ゴロビンでいいのか、ゴロビンあんまいいキック打ってないイメージなんだけど、でもゴロビン結構いい。わあ、惜しい、
ニアズドン、おわ欲しい。現実の D はセービングがすごい上手くて足元が川島です。やっぱそうだったな。左右の目でアップデートって言った動画あったんで、いやアップデートも種類選ばないといろんな人の、ね、意見聞いてこう日和見主義になっちゃうでしょ。アップビジとアップデートは違う。サンダーベルゲーほとんど知らない。名前も初めて聞いたぐらいの感じかもしれない。もしかしたら教えて。さあ 2-1 リードはないと思って戦った方がいいね。あーミスった。わーなんか変なのって。一回広げましょう。おっとダブルタッチでかわそうとしたタイミング少し遅れちゃったんだけど、むしろ相手が突っ込んできてる。さあボロビン、もう一発いくか。ちょっとあんま曲がらなかったよ。うわー今度は左か。自分がやってるキャリアもビッグシックスと、勝ち点差めっちゃ離れてて、ああ言ってた。あれにクロス早めに入れたらいいと思います。さっき見つけられてなかったね。妖怪丸。さあ我々アラン、あなかなかきちんと組んでる。ナイスナイスゴロミ。フェンディだから勝てるんじゃないかと組んできた。あーっと前目にトラップしてる。トラオルちゃん、あ惜しい。ナイストラオレ戻る。俺その辺も戻ってこい。 OK 相手が失敗してくれました。まあ久保田ゲストがちょっと下がっていきすぎてる状況なんで、ライン下に人がいない。いやあそこでねグッと前に出ていってね相手と入れ替わるみたいな現実のサッカーで結構ある気するんだけど、キューハだとほとんどない。いやー危ない。そうチャットなんでユーザー名のカラー付けかと分かんないです。いや今シーズン CL 出れなかったら解任。まあ個人的なノルマだからね。会長からは EL で OK って言われた。さあうまいこといかない。もうオシムヘンが引いてたもんね今。何その失敗も。さあちょっと悪い流れになってますね。さあ奪った瓶。さあオシム編がそして内側から抜けていくけど、いやー左右手一本フィジカルさで 裏抜きを成功させました。ああ久保の方だった。一手多くなっちゃいましたけど、あ先読みをしすぎてちょっと縦パスを通されてしまった。ホルナルスがカバーする。その間にメンディが戻れるか。ナイス。さあ手に入れて、あ久保がキープしきれず、メンディならと思いましたが、うわー決められた。同点だ。やば。こういう時こそ落ち着かないと。これがサンダーベルゲか。知らねえって言ったからね。逆に闘志をかきたてしまった。
いやー、惜しかった。あー、剣惜しい。じゃあ落ち着いてたね。またもや久保です。さあこの状況、久保ね、変えたくねえけどな、変えたくねえけど疲れ丸って感じですね。疲れ丸って感じですね。これいざいつものね、黄金パターン、昔の横浜の佐々木みたいな。ナイスー、ナイスー。さあ、徳井ちゃん、久保建英さん、お疲れ様です。今日長めでしたね。さあ、みんな結構もうやばいんじゃないかと思ったところのね、これだったんで。しかも久保ですよ、時間を作って落ち着いて。さあ、カウンターの時は左サイドから、ああ、ぶち抜いてくれると思ってた。よっと。さあ、中のスペースをゴルビンが埋める。賢い。ああ、ボランチが戻ってきてくれ。 OK。 何それ。OK。 いやー、あとから入ってきた選手に対して、ミドルシュート、うまくいかず。ずれたか、ずれたか、ずれ丸だ、ずれ丸ピッピ。さあ、一番危ないスペースをゴルビンが埋めている。さすがです。バゼルビン、ドヤー。 OK。 ただ頭取られ、フロントスペースまで戻ってきておいてくれ。デュクレが右サイド、あ、ディオプ、オッケー。さあ、ここは落ち着いていきましょう。さあ、ゴロビンがためを作って、アドバトラオレで、パスからの、あ、トラオレに落としたかった。さあ、アーロンズ、さあ、戻る、当たった先には危ないかも。うわー、ヘンダーソン、借りを返した。今日のヘンダーソン、グズグズだったけど。あー、ずれたなー。いやー、ヘンダーソン、ありがとう。さあ、そしてゴロビンがもう、疲れてるのもあるのかな、どうしよう。まあ、いつもの必死よ、開け入れて、開けをこっちに入れて、あとは、オルナルスのところ。でも空中戦とかキープ力もあるからな。ゴロビンの方トレーランするか。いや、トラオレのところをおどいにして、あ、ミスった。上に。ディフェンスに戻る、積極的なインターセプト。L にキックフェイント結構使えますよ。ヘンダーソンもそうだし、久保もそうだしね、バロビンもそうだし、補強がちょっと微妙になってるのはトレーラーぐらいですね。しょうがないな、誰かサブは出るかな。さあ、いや、おどいに通んないか。おどい戻れ、誰ザス、オッケー、マイボール。負けいいですね、まるで中盤の選手かのような。さあ、オドイ、あっと止まってしまった。深くえぐればよかった。ただそれでもまだ復帰が続いております。いやー、オドイのコントロールショット、
ゴール前にドリブルで侵入したいとき、トリガーランで出しとくと、ドリブルコース開くので頭とかで勝負したいとき、あ、そういうことね。さあ、これね、コーナー取れてたら手が上がったけど、ここ、守りきらないとね。さあ、身長が低い方を狙ってきましたが。さあ、残り10秒キープすればいいだけ。OK、勝ちましたー。でかい、この勝利は。チェルシー負けろ、チェルシー負けろ。戦ったね。なんとか勝ち切った、おめでとうございます。 GG、グッジョブってことだな。 GG かグッジョブだった。グッドグッド。 We just wanted to ask you a couple of questions.その先の成功を目指しています。もっと楽に勝てたけどな。すでに次の試合に集中しています。チームの士気は最高潮です。私たちもいい試合をしました。さあチェルシーは次ね、カップ FA カップのね、準々決勝なんですよ。さあそしてこれね、能力値みんなの上げたいんだけど、ここにね、あ、アロンズ80いったからな、ここにね、やっぱクラークを入れときたいよね。クラーク。さあ、ライフハック12時間です。今日夜はやりません。グッゲームか。ゲロゲロ。さあリバプールとの FA カップ。ただこれね、フルメンで行っていいんだよね。次の日程考えると空いてるから。だいぶ、さあリバ、ただ今年 FA カップを取りますよ。逆にリーグカップを落としたけど、オフザボールの能力値は攻撃ポジションになるのかな。一応白対赤。さあちょっと入れ替えるかな、選手を。でも久保めっちゃいいもんな。まあ怪我しやすそうなメンディーを変えて、あとはうん、伸びるようにアーロンズ。あとは、これ、ホルナルスのとこトレイラー入れとこうかな。いや、ドゥクレのところか。攻撃的行くときにはドゥクレ入れればいいしね。あとは、オドイとか伸びるから使いたいけど、あんま買いすぎるとね、追いつきたいときにね、久保のとこうんくんくんにやらしたらどうなる。攻撃的に行きたいときにドゥクレ、ゴロビン、フレイザー入れればいいかな。あ、久保入れればいいかな。トラオレかもしれない。オドイにも伸びてほしいからな。これでいきますか。リバプル相手にな、押しも、いや、ここ外しに行く。ここで久々に出番ない選手も使ってあげたいしな。ナイス伸びるもんね。ディオプター、こうか。ぬくんく完全に控えになっちゃったね。うん。さあ、こんにちは。レオスウエストハムのゴールシュー作って、で今来ました。マジで？ありがとう。ちょっとアップロードしますんで、ぜひギガファイルとか上げて送っていただいていいですか。いや、オートにゼロトップン使えるとでかいけどね。前回あんまうまくいかなかったよね。攻撃的に行くときにこの3人かな。さあまだ途中です。いやでもありがとう、取り替えてくれて。生放送見てるとレオさんも俺たちと同じ東京から生きてるんだって感じ。そうだ、クラークね、レンタルどうしようかな。レンタルって育つ場所による。
でも正直総合値61だとさ、相当場所考えてあげないと疲れなくない？すげえ、めっちゃ楽しみ。それはすごい。真央さんのゴール集かな。俺も見たいもん。わざわざ一個一個ダウンロードしてでしょ。画面キャプチャーかな。まあいずれにしろ一個ダウンロードは大変すぎるか。あ、トラウのコールの時本物の指紋さん受給量はダメですかね。一応権利的にはダメになるんだろうね。入れたいね。いや、真央さんのチャンネルで勝手に上げてる分には僕には怒られないんでね、あれですけど、うん、それでも良くないね。まあな、ヤマザのファンがやらかしてるって言われるのもな、みんなが損するしな。全然上がってこない。むしろ リスク回避がリスクになったパターンですね今。うわー、今ギューッと押したのんな、逆サイドまで。そこはレオさんの似てないものまねよ。このまね。いやちょっといろいろ深く考えすぎてちょっと集中してなかったの。あ、でも大丈夫。今のウエストハムだったら守備を固めてる相手もこじ開けられるんだから。リバプールはプレス早いけど相性的にはいつもより楽なはずだ。こういうこともあるしね。ほら、おだい結構ミドル入んだよな。たまたまかな。1、2、3、おだい、お前今言ったな、お前。そう、フォークつけなくてもダメな。うん、もしくはまあ俺が下田さんと仲良かったらな、個人的にとってね。下田さんのゲーム実況やってたらみんな見るだろう。実況しながらゲームできたらすごいね。いや、原大吾くんとかやればいいのね。あっと、踏み込む足をチャージされた。やばいんじゃない？危ねえ。いつもね、てか本当リバプールの3トップエグいのよ。ここ打ってほしいよね、本当に。アーノルド打たれちゃってるけど。サイドバックの精度高いのはクロス精度高いのあんま意味ないかな。切り返しがエグいんじゃん。オッケー、アーロンズよくついてった。来たのか？あ、惜しい。我慢。OK。さあ。さあ、すごい流れになった。いやー。惜しい。ロブレンにやられると悔しいね。アナウンサーだった人がバイオの実況やってるから、それありだと。そう、行ったんじゃないこれ。あー、惜しい。ファンになっちゃったか。
自分のチーム失点した下田さんとか気になるな、得点いつもと変わらんさ。下田さん真面目だからすげえなんかこうでこうでこうだからいけないのかとかそういう風になりそう。あ、トラオレ飛んない。来た、おっと、おー、トラオレ倒されて、さあセルシオフェルト、リバプル似合わないな、絶対行かないだろうな。さあここからです。ヌクンクのフリーキックいいんだよね、外に曲がっちゃう時あるから俺だ。なんだなんだ、うわー、アリソンじゃなかったら決まってたんじゃないこれ。今めっちゃいいコース飛んだよね。ちょっと遅かったのかな、スピードが。1対1いいんじゃない、どれや、うわー、ちくしょうちくしょうちくしょう。そう、角度作ってくさび入れるの上手くなってきてるんです、ありがとう気づいてくれて。まあだけどそれはね、あの上手くなってるのプラス、あのちゃんとねゼロトップというかトップをね殺すないにはしてないんだけど、ちょっと低めに設定してバランスにしてライン間で受けるようにしてるんですよね。やっぱりね戦術を知るのはね大事なんですよ。さあ、お、これは、あ、いい勢い出たかと思ったんだけどな。押しめへん、こっちにトラップしたらいけんじゃない ?OK! さあ、破壊的な、暴力的な2トップが。だけど、本当にね、やってるのはこっちです。あー、さすが、ファンダイクすげえ、そこまで読める?いや、絶対マイナス、いやー、バレてたんだ。恥ずかしいな。しそこの気持ち分かったわ。左だろ左だろ、右右なら OK。 さあ先生に4頼んだよ。いやー遅い、だけどあ、 PK もらえない。ゲームでもライン下にうまくいる選手って言ったさ、本当そう。あ、これ追いつくな、マネ。何追いつくんだよ。あ、そしてこっち振られる。あ、ムカつく、ムカつくかわされ方したな。こっち、OK。あ、行っちゃった。くそ、ちゃんと選手の動きを読んでなかった。右では上げさせていい。OK。さあ、ここはファンダイクが来るんじゃないか。あ、ちょっとミスったね。今は俺の判断だ。あ、上げちゃった。オッケー。いや、手に汗握る攻防ですね。今日は1時間なんで、もうこれやってあと1試合いけないかな。ギリいくかぐらいですね。さあ入れてみましょう。わーっと、アリソン。ほら、確実に上手くなってるね。前よりもね、なんか可能性感じるよね、あのニアでもね。よろしく。あー、ぬくんくん。ロバッソン。いや、ハードなフィジカルバトルになってますね、この試合。さあ、裏抜け見ていたけど、フィルミーノが強い。おい、距離がありすぎた。私のキャリアのリオファクルのアリソンがいるのにカリウスを出してきてヘナチョコにしてあげました。出してきて、どう、向こうがやってきたってこと。
わざともクロス上げさせると。それがね、決まるときあるからうざいんだよね。二頭生むの一頭目図的な。さあ、もう300人も見てくれてありがとう。さあ、後半です。音がちょっと消えてるね。オドイは今日途中まで1ゴール決めてるし。さあ、ちゃんと中央で守ってレスター式ですよ。リバプールね、岡崎いた頃のレスター嫌がってたし。さあ、セセニョン、よくぞよくぞサラーから。いやー、これ俺がね、ディーン・ヘンダーソンをきちんと使いこなすってたら。もうなんか相手にのしかかるようにして、よし逆サイ。さあ、ぶち抜くよ。オドイはだにゃ、うわー、トレーラーじゃなかったら決まってたんじゃないかっていうね。さあ、しかもそこでまたトレーラーです。いや、トレーラーだと厳しいから。オンザボールがちょっと迫力ねえな、トレーラー。ちょっと早めに交代するか。さあ、じゃあどうしようかな。ドゥクレさんかな。ドゥクレさん、よろしくお願いします。さあ、さあドゥクレから。さあ、トラオレがあっと呼ばれてた感じ。ファンデンベルグ育ってきてんのかね。さあ、ドゥクレが体を使ったキープから、シムヘンに入れたいけども、ここは我慢して。お、トラオレこの角度だといいんじゃない。うわー、惜しい。トラオレいろいろ考えすぎて後手に回る守備になってる。マジフィルミーヌうまいな、現実みたい、この逃げ方。オッケー、ルクンクならオッケー。さあ、押し目いった。これオフサイないよ。いやー、角度がなー、今ファーじゃなくてニアだったら決まってたのかな。アリソンだとあそこ止めてくるんだよね。さあ、ドッジボールだ、ドッジボールだ。うわー、コーナーか。リバプールパスピードめっちゃ速い。あ、おっと、トラオレ頑張れ。こういうところでこちょこちょやって中開くからな。ほら、俺戻る。オッケー、さあ拾えるか。惜しむへん、拾えず。いいですね。さあ、来た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 。わーお。さあ、衝突。さあ、戻る。押しむへん、押しむへん、自分で戻れるか。ケータが早いよ。外にドリブルしてくれたからちょっと助かった。いやー、球際強い。あの、ワンチャンスを決めてくるからな。押しむへん勝つか。押しむへんじゃない、トラオレ勝った、勝った。ここでオッケー、タカウンター行くで。みんなオドイをまだ残していました。いやー、
これ決めらんねえか。さあ、超追いつき体制。追いつき体制っていうか逆転体制。普通にもう互角の戦いというか、やってますね、うちは。ほい、あー、これ浮くんだよね。シメオネの戦術やれば勝てるのか。でもちょっとそういう感じだね。カウンター気味で、ツートップによろしくみたいな。さあ、ドゥプレ出て行き過ぎないようにして。さあ、裏を狙われた。南野。ああ、そこですぐ開けてくんだ。いやあ、危なかった。さあ、焦らず。さあ、さすがですね、久保は。やっと決めた。オッケー、さすが久保。なんか本当に風格出てんじゃん、もう。久保が入った瞬間っすよ。いやー、ウエストハムファン喜んでます。この久保のパスのエグさよ。ちゃんとゴール前入っといて、弾いてもこぼれ球詰めれる位置いた。これ久保のがっつり解説でこのシーン出したいもんね。え、これですね、ウエストハム時代の久保のシーンなんですけど。さあ、このまま逃げ切れるか。そして左サイドの守備を担当する久保。さあ、中央に戻してくるんでね。おっと、なんだなんだ、これ翻弄されてるぞ。これ入ったらもうわけわからんよ。久保がフィルミーノの前でフィルミーノしたしてくれたね。いやー、ヘンダーソン、もう俺ディーン・ヘンダーソンの足元怖すぎてさ、ちょっと哲学と違うことむっちゃやってんもん。足元うまいキーパー欲しい。これでな、相手の攻撃機会が増えちゃうからな。やばい。うわー、マジかー。入んのよ、相手のクロスは。ちょっとコメント読んでた。危うい動きに。大丈夫。10分あったらうち取れるから、今のうちは。あー、通んねえか。ここでトラオレさん走ってほしいんだよね。いやー、久保ああいうシーンな。そういえば FC 東京の頃もあんな先輩いたなみたいな懐かしいなーってなりそうですね。ケンスケさん元気かなみたいな。南の久保、リバプールとウエストハムでね、この2人が争ってる。そう、まだ当てられない感じ。あ、奥だったかな今。ここ結構簡単に裏つかれるんだよね。いや、やばい。 OK。 いや、さっきのシーンとかウパメカのいたらなみたいなね。そう、ありなんじゃない。さあ、希望への架け橋。うわー、リッソン今ニヤネだったんだけど、ファン行っちゃった。しかもフィルミーノ負傷してます、相手は。ここで終わるパターンあるんだ、エリア内で。これどうなんの、延長。
FA カップは延長か。じゃあちょっと3試合目はできない、この試合で終わりだ。いやー、クバあそこ決めてたらな。危ない。 OK、 はい、2サイドで揺さぶっていきたいですね。さあ、コロビン団長、さあ、わあ、ファンデベルクファール、さあ、決めるぜ。ちょっと強めに蹴ります。わあ、久保のうまさをゲームでも再現できた、すごい。久保と中の足元うまいゴールキーパー、へえ、ルニーいいかもね、そういうの。あ、ちょっと裏取られてるよ、裏取られてるよ。分かってるけどどうしようもできない時ってあるよね。で同じ左手蹴れ、まだ OK。中臭い、いいですね、よかですよ。さあ、ギュンと前に行く久保、いやー遅すぎたかな今ね、時間使ってね、ちょっとあれしようとしたんだ。オフサイドないでしょ、ちゃんと見て出したら。あ、惜しいか。パス回しが速くてコースカットプレスがはまらないっていうね。さあ、ディオップ頑張れ。ああ、いたいたいた、人がいた、人がいたいた、やべえ、ディオップ疲れすぎて戻れねえ。何してんの裏に抜け出したらもっと走りながらシュートした方がいい。すごいレベルの高い攻防だ。さあ、南井の頼む、 OK、 ヘンダーソン。さあ、サイドからクロス入れられまくっております。頑張った、ディオップ。あー、カウンターのチャンスを。前の体力はほぼ怪我してる人や。さあ、勝って終わりたい。 PK なんかやだ。さあ、なんと久保が OK。 さあ、これも決めないとね。さあ、どっちだ、トラオレ、どうする、お前は、お前ならクソだろ、 OK。 そうなの、トラオレはもう横パスをしないんです、決めたんです。ウィンガーサイドバックがサイド突破したときにアーリー気味に高めのクロスをすると結構あります。エルニオシナガ、エルニオシナガですか、 R2 じゃなくて。さあ、もう一人変えれるよね、延長だから。さあ、ここでさすがです。ナイスナイス。おう。また久保ですからね、アシスト。スーパーアシスターです。日本のエジル。
給料をね削減するの嫌がるでしょうね。ここさあ、ここでリバプールのプレスは速くなりますが、その分裏にスペースが空くということですね。頼んだ。 OK、 押しめへん。おいや、マジでだとしたらシミュレーションってこと。なんで明け前に行った。さあ、点取られんなよ。取られんなって言ったんだから取られんな。絶対失点するなって言った試合で失点すんなよ。いやー、ここ捉えた。そしてスーパー高速カウンター。さあ、マネに内側切り返されないことがで距離取って守ります。ムカつくな、これ。さあ、この状況、OK、さあ、スーパーカウンター出ました。うわー、ファンダイクの逆を突くっていうね、あの状況で狙ったんですけども、まだいきます。さあ、あー、頭取られなら裏いけるかなと思ったんですが、オッケー。さあ、ポーン、前出てきてる。勝った。さあ、レオさん LR1 に入れ替えてるだけ。ダッシュは R1 にして、プロテクトを L2 にしてるかな。あれ R2 だっけ。アカデミーオブフット、スーパーのすごい試合だったね。マイナスパスタイミングが遅い気がする。結構狙いすぎてんのかね。いやー、これすごかったね。オドイの、俺ゼロトップもいけますよと。やっぱゼロトップは敏捷性高いの大事だね。ちょうど1時間、めちゃめちゃトラオレと確認してるのさ。いや、勝ちましたね。そしてリーグ戦の順位表、チェルシー落としてくれ、落としてくれ。どうだ。さあ、チェルシーの順位表見ないでいったけど、あ、まだまだあいつの時間だ。冬以降の成績多分1位だから。岡村さんの炎上騒動について一言ください。知らない。本当になんかしてんだぐらい。なんかさっきツイッターのトレンド上がってたけど、知る価値もない。別に岡村さんが悪いってわけじゃないよ。そういう情報に興味がないって。岡村さんは尊敬する芸人さんの一人です。そんなことより、僕の人生は僕のやるべきことがあるうちの一つがレオザウエスト、一緒に応援してね、という。さあ、順位はチェルシーと勝ち点6差来ました。背中見えてきたね。来たね、来たね、来たね。室尾監督感がすごかった顔が少しずつ名称に見えてきた。チェルシーと勝ち点差6ですよ、ついに。あれ、始まる前から6だっけ。あ、9だよね。 CL 圏内まで勝ち点9。いやー、よかった。そして選手たちもぐいぐいこの勢いで伸びてる。久保もついに80代、すごい勢いで。レオさん、まだセンターバックか両ウィングの裏にロングフィートとかしないですか。結構一か八かになるからね、その攻撃。一個一個崩した方がいいなというふうに思いまして。これいけるね、残り何節で、ウエス、チェ、で、ユナイテッドとは、
でもユナイテッド1個落としてるな、消化試合数的に。いけそう、あるある。残り1、2、3、4、5、6。残り9試合、勝ち点6あるよ。いやー、明日以降また楽しみにしてください。そんな感じでありがとうございました。ぜひともですね、レオザウエストハム一緒に見てて楽しいよという方はですね、皆さんのツイッターの方で共有してくださればですね、レオザウエストハムサポーターが増えて、ね、ハマーズで夢を見れるぞ、ここならって感じで。よろしくお願いします。ちなみに、モインズと真逆のサッカーをしております。コメント欄でもいろいろ改善点とかね、今後こういうのやってほしいとかいろいろ募集しております。今日の、通常動画もね、一生懸命作りますんで、通常動画、ライフハック動画、両方とも楽しみにしていてください。みんなも体とか気をつけて、ね、こういう時期ですけど、楽しい人生しましょう。レオザーゲームでした。バイバイ。